私たち放送委員会の中に昨年オーストラリアへホームステイに行ったメンバーがいます。そのオーストラリアで今人々が大干ばつで苦しんでいるというニュースを耳にしました。心配になった私たちは早速ホームステイでお世話になった家族に聞いてみることにしました。 How is the real estate? So we have water restrictions. Oh. This means you must not water your garden. オーストラリアの水不足は私たちの予想以上に深刻なものだったのです。他の国についても調べてみると水不足は今世界的な問題になりつつあることが分かりました。今後世界の半分もの人が水不足に苦しみ水のために戦争も起こるのではないかという科学者もいます。水に何の不自由もなく生活している私たちですが、意外にも私たちの暮らす町東御市には水不足に苦しんできた歴史があることが分かりました。江戸時代の東御市、日本有数の晴天率を誇る気候と川の水を貯めておくことが難しい急峻な地形のため、村人たちは農業用水や生活用水の確保に頭を悩ませていました。一本の小さな川の水を奪い合って村同士の争いも起きたのです。そんな中、村人たちは全ての人に公平に水が行き渡るよう話し合い、支流や村の人数も考慮した計算の結果、川の水を6対4に分けることに決めたのです。江戸時代に決められた通り、現在も川の水を6対4に分けている場所を発見しました。本当に6対4に分かれています。この他にも東御市には昔から守られ続けているたくさんの分水地点やため池などが見られます。現在の東御市の豊かな風土は先人たちの知恵と努力によって育まれてきたものだったのです。ここでちょっと休憩。今日のお昼は牛丼です。ちょっと待った、ここでクイズ。牛丼一杯を作るのにはどのくらいの水が必要でしょう？3リットルぐらい、ペットボトル500ミリリットルくらいかな。正解はなんと約プール1杯分。え、なんで？確かに牛丼を調理するだけならほとんど水は使いません。しかし牛肉になる牛の飲み水、餌である草や穀物を育てる水、それらを合わせると1頭あたりに必要な水は1890リットル。これは過疎水という考え方に基づいています。ところで、現在日本で食べられる牛肉の 57% が海外からの輸入に頼っています。しかもその輸入相手国の割合は、そう、私たちが牛肉を食べるために牛の産地オーストラリアで大量の水が必要になるのです。水不足はどこか遠いところで起こっている話のような気がしていました。しかし水は地球をめぐり、私たちの何気ない日常生活が世界の水不足と深く関わっているのです。水は限りある資源。水不足は私たち地球人が直面した重大な環境問題です。私たちがまず意識しなくてはいけないのは、水不足などの地球環境問題は人事ではなく私たち自身が関わる問題であると気づくこと。そして自分たちが良ければいいというわがままな考えを改め、これから自分たちに何ができるかを考えていくことではないでしょうか。人類にとって最も大切な資源、水。その水が世界中のすべての人に行き渡る未来を目指して、地球の未来を担う私たちこそが本気で考えなくてはならないのです。